撮り鉄って言葉あるじゃないですか。あの鉄道ファンの方の中でその電車の写真とかをね取り上がってる人のことなんですけどもこれがね以前からすごく問題になっていて珍しい車両とか記念日みたいな時にそのカメラを持ってねものすごくホームを占拠するわけなんですよで本当に一般の利用客もいるのにものすごく迷惑になってるんですよねでも撮り鉄って言われる人は一人一人が独立している、まあ、カメラマン なんですけども自称カメラマンなんですけども集団になるとねものすごく撮り鉄じゃない人への攻撃力とかね結束力ってのがもう異様なほど盛り上がるんですよねで今回やってはいけないことをこの撮り鉄と言われてる人がやったんですよね。でニュースをもとにいろいろと証言などを洗ってみたらその少しでもいいところから写真を撮りたいっていう風に集まった撮り鉄の人がね普通に歩いてる利用者さんもその鉄道に乗ろうとしたのか まあ他の鉄道に乗ろうとしたのか分かりませんけども一般の利用者さんが邪魔だからっていうんでそのホームに突き落としてるんですよねその撮り鉄でカメラを持ってる人たちがこれはなんかやりすぎだろうみたいなねいや偶発的に事故でなったにしても撮り鉄っていうのはね写真を撮りに来ている、まあ、いわゆるねありがたくない人なんですよ列車を利用してる人の費用でもって撮り鉄っていう人の場所が、まあ、確保はされてないんですけども存在が許されてる中でね 写真撮りに来てんじゃねえよみたいな感じですよね利用者からすればでそれでもねなんかその礼儀正しくあの利用者さんどうぞどうぞって感じで優先してくればいいんですけども自分の場所はねいいところが撮りたいが上に一般の利用者さんの邪魔をしてもう余ってたいねホームに突き落としてまで撮ろうとしてるわけなんですよ、うん、まあもちろんねこれ突き落としたわけじゃないっていうふうに主張される方もいると思いますけども結果的にホームに落ちてしまった人がいるのをどういうふうに誰がどんな形で責任を取るのかってことこれまたね曖昧なんですよね うん、だからなんかこう人並みに押されてゴーンってなっちゃったのかもしれませんけどそうなったらじゃあ最前列の人に罪があるんですかと最前列の人を押したのは誰なんですかそして一番後ろの人が一番押したんですかとこれ曖昧になるんですよね、まあ、だからねこういう取りすみたいな人はってねもう全員こう排除するっていうかねいらないんじゃないかなと思いますこういうことを起こすんだったら全く起こさないんだったらいいんですよ全く起こさないんだったらやっぱり YouTuber もねそうなんですけども 何であんなとこでカメラ構えやがってって思われてる時点でもうやっちゃダメですよやっぱりそういう風にはうん迷惑なんでねまあ存在が迷惑ってまさにこのことなんですよ撮り鉄の人が集団でいるのは迷惑なんですよそれこそねあのほのかに1人2人いる分にはもう全然迷惑じゃないんでそれは全然いいと思うんですけども集団になってねもうこう塊の全員がカメラ構えてこうやってスすオスすなすな,になってるわけでしょ見栄えも良くないしお互いにお互いのカメラマンさんが邪魔でしょ ちょっと譲り合ってねやるってことはできないのかなと思っちゃいましたね。まあ、動画概要欄に、えー、とヤフーニュースに転載されてるニュースをちょっと貼っときますので、まあ、関連記事ということでご覧ください。